コロポックルの木彫り人形、水木しげるロードに設置されている、コロポックルのブロンズ像。松浦武主郎作、吹き下コロポックルズコロポックルは、アイヌの伝承に登場する小人である。アイヌ語で、一般的には、吹きの葉の下の人という意味であると解される。アイヌ語では、P と B は同一の音素であり区別しないため、コロポックルとも言われる。アイヌの小人伝説は広く、 北海道や、南千島やカラフトにルフしており、名称もこのコロポックルコロボックルの他に、トイチセウンクルや、トイチセコッチャカムイヤトンチなどと呼ばれることもある。またアイヌ人の民族研究者である伊勢北斗は、石の下の人という意味で、クルプンウンクルという発音を記録している。アイヌ人の小人伝説は、北海道や、南千島、カラフトに広くルフしており、地域によって差もあるが、 大体次のようなものである。アイヌがこの土地に住み始める前から、この土地には、コロボックルという種族が住んでいた。彼らは、背丈が低く、動きが素早く、量に巧みであった。また、屋根を吹きの葉で吹いた縦穴に住んでいた。彼らはアイヌに、友好的で、鹿や魚などの獲物を、アイヌの人々に送ったり、アイヌの人々と物品の交換をしたりしていたが、 姿を見せることを極端に嫌っており、それらのやりとりは夜に窓などからこっそり差し入れるという、携帯であった。そんなある日、あるアイヌの若者がコロボックルの姿を見ようと、贈り物を差し入れる時を待ち伏せ、その手を掴んで屋内に引き入れてみたところ、美しい婦人のなりをしておりその手の甲には、入れ墨があったという。コロボックルは、青年の無礼に激怒し、一族を挙げて、 北の海の彼方へと去ってしまった。以降、アイヌの人々は、コロボックルの姿を見ることはなくなったという。現在でも、土地のあちこちに残る盾穴や地面を掘ると出てくる、石器や土器は、彼らがかつてこの土地にいた名残である。伝説は地域によって異があり、コロボックルは怠け者で、アイヌが彼らに食べ物を与えていた、コロボックルの手にあった入れ墨は捉えた。 アイヌの人々が奪還を恐れて施したものであって、元来からアイヌの風習であるなどの変化が見られる。トカチ地方に残る伝説では、コロボックルはアイヌに迫害されたために土地を去ったと言われ、去り際にアイヌに行った呪いの言葉、トカプチがトカチの地名の由来とされる。類似の語言説が長田法政の著書、北海道エゾご地名会に見え、道書では幽霊を意味する。 アイヌ語に由来し、赤字トカチアイヌの凶暴をアルミシシナリというとしている。しかし、地名研究者の山田秀造は、トカチアイヌが誇りを持って称した地名であり、悪名から生じたとは考えがたく、長田の再録した説は、よそのアイヌによる民間語源であろうと述べている。千島アイヌと、縦穴式住居考古学者の瀬川拓郎は、コロポックルの特徴として語られる、公益の際、 相手との接触を避ける縦穴式住居に住む土器を製造、使用し、糖度を求めて、よその地にまで進出するなどの事例が、北千島に住むアイヌの習俗と共通することに着目し、さらに北海道からカらふと、南千島に広く伝わるコロポックル伝説が、北千島に限っては伝承されていないことから、コロポックルの正体は、北千島のアイヌであるとの説を提唱している。 なお北千島のアイヌは、北海道アイヌや和人と大きな体格差はない。このことで、千島アイヌの認識としては、次のようなことが語られている。鳥居隆三は、パラサマレックという34、5歳の千島アイヌの世話をしていたが、北海道アイヌと身長差が大してないにもかかわらず、小人扱いされ、千島アイヌを部別した物語として作ったものと、認識して激怒していたという。 なお、吹きの葉の下にいるという伝承のイメージから、多くのメディア媒体では、手の平台の小人として描かれることが多いが、北海道には2メートル以上になる品種のラワンブキが自生しており、元々のアイヌの伝承に出てくるコロポックルの身長は、アイヌより少し小柄な程度である。坪井い五郎は、日本の石器時代、アイヌの祖先のトライ以前の日本に、先住民がいたという、モースの、 いわゆるプレアイヌ説を継承し、アイヌの祖先がその先住民を北方へ駆逐したという人種交代説を唱えた。彼はアイヌの伝承に着目し、それに現れるコロボックルは、現在のマト民族とも、アイヌ民族とも異なる民族で、彼らこそが日本の先住民であると主張した。1886年、渡瀬昌三郎が人類学会報告総監号にて、 札幌周辺に見られる縦穴住居の跡と見られるものがコロボックルの手によって作られたものであり、アイヌ人の前にコロボックルがかの地に居住していた証拠であるという旨の発表を行い、それに、坪井正五郎が人類学会報告第9号にて大筋賛成という意見の表明を行った。しかし、人類学会報告9号にはさらに、 白井光太郎による匿名での坪井への反論が掲載され以降、小金井義吉よ、浜田耕作、佐藤伝造、鳥居隆造、北定吉など多くの研究家がこの議論に参加した。結局この論争は1913年、坪井がロシアのペテルスブルクで隠しするまで続く。現在はアイヌ人の祖先を日本人の始祖の一つとする説があるされており、 コロボックル説は一般的に受け入れられていない。2008年1月18日の産経新聞では、アイヌは縄文人の血を最も直接的に引き継いでいると見られている。としている。朝日新聞社のホームページ朝日 .com 内の記事、街の記憶では、アイヌや沖縄の人たちは縄文人の血を濃く受け継ぐ民族だと言われている。都市、また、 同社の2007年6月9日の記事において日本人は縄文人からの遺伝形質は北海道のアイヌを除けば薄れてきたとされていると報道しているなお2006年の第169回国会で可決されたアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議案はアイヌの人々を日本列島北部周辺とりわけ北海道における 先住民であるとした決議で、過去日本列島において、縄文式土器を使っていた人々の子孫が、アイヌ人であるという説には言及していない。ありがとうございます。